can fly. It's gonna be like a star. I believe in I can fly. Nobody can stop me now. はい、今日は立命館大学対神戸大学戦より神戸大学のクォーターバック桜井大輝選手に来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日の試合で1勝2敗という結果になってしまいましたが、はい、今日の試合を振り返ってみていかがですか？そうですね、本当にこういうボコボコにやられるっていうのが今年初めてだったんですけど、まあ、OD ともに本当に課題しかないんですけれども、まあ、少しでもその課題を潰してやっていけるように頑張りたいと思います。はい、反省を生かして、はいはい、一応クォーターバックということで、はい、神戸大学の要となる選手になるんですけども、はい、今後どんな活躍をしていきたいですか？そうですね、まあ、どうしてもチーム事情としてまあオイルがあまり強くないので、どうしてもパスとかプレッシャーがプレッシャーにさらされるんですけども、まあ、その時に自分の力で打開して、まあ、走ったり、まあ、そこからパスを投げたりして、まあ、チームのピンチを助けられるような気分になりたいと思います。OL が課題ということで。そうですね。でも、桜井選手、走るランプレーも結構すごいので、はい、そこにも注目していきたいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい。今、後ろにいる感覚が次の対戦相手ですけども、はい、意気込みをお願いします。そうですね、関大立つ、まあ、KG と本当に3強を続けてやれるんで、そうですよね。はい。まあ、今まで2戦で出た反省点を生かして、まあ、自分たちの力まだまだ出せれてないんで、まあ、関学さんに、まあ、自分たちが本気でぶつかって自分の力を出し切りたいと思います。Be like a